ねえマリサ、世界の犯罪組織で一番稼いでる奴ら知ってる？お、世界の犯罪組織ってことは、マフィアやカルテルなんかか？日本のヤクザも稼いでそうだよな。そうそう、今回はそんな裏社会にまつわる情報を入手したので、紹介するね。題して世界の犯罪組織収益ランキング。それはなかなか聞けない情報だな。よろしく頼んだぜ。ゆっくりしてってねー。今回のランキングを発表したのは、フォーチュン誌という、アメリカのビジネス雑誌で、主に色々な企業や、起業家などを、ランキング方式で紹介している雑誌なんだよね。1929年に、タイム誌を創刊したヘンリー・ルースによって創刊された、由緒ある雑誌なんだ。なるほど、結構由緒ある雑誌のランキングなんだな。それなら間違いなさそうなんだぜ。世界の犯罪組織だから、結構エグいことをして稼いでそうだな。マリサは日本のヤクザ組織といえば、世界ではどのくらいの規模で稼いでいると思う？そうだな。日本のヤクザといえば、やっぱり山口組だよな。世界のマフィアなどと比べると、規模が違いそうなので、収益に関しては少ない方じゃないのかな？そうだよね。マフィアなどは全世界に麻薬などを流していそうだね。そんな世界の犯罪組織が、どのようなしのぎによって、収益を得ているのかなど、収益をランキングにして発表していくよ。霊夢、このチャンネルも、とうとうグローバルの波がやってきたよな。それでは、まず第5位、シナロアカルテル。メキシコカルテル収益3300億円。メキシコのカルテルか、あの辺も世界的にはヤバい地域だよな。事実上はカルテルが支配しているらしいと聞いたことがあるんだぜ。シナロアカルテルとは、エルチャポという愛称で知られた、世界の麻薬王ホアキン・グスマン率いる麻薬組織になるんだよね。エルチャポって、なんか可愛い名前だけど、昔から悪い人で有名だったよな。日本でも聞いたことあるんだぜ。そうだね、可愛い名前のエルチャポは、世界的にも有名で、麻薬王と知られる人物なんだ。それに一度、投獄されたことがあり、それは難攻不落と言われた監獄だったが、初めてその監獄からの脱獄に成功した人物なんだよね。その反省が映画にもなっているから、日本でもよく知られているんだろうね。麻薬王が率いている組織ということは、やっぱり麻薬をしのぎとして稼いでいるのか？シナロアカルテルのしのぎは、麻薬の密輸が大半を占めており、その取引ネットワークは世界各地の50カ国以上にも及んでいる、と言われているんだよね。世界各地の50カ国ってすごいね。やっぱグローバルになると規模が違うんだぜ。実は、数十年前のシナロアカルテルは、それほど大きな組織ではなかったんだ。麻薬の本場というと、アフガニスタンだったが、2001年のアフガニスタン戦争により、ヘロインの原料となる、アヘンの生産ができなくなってしまったんだ。エルチャポはそれに目をつけ、メキシコの産地でアヘンの、生産を根付かせ、麻薬の輸出を活発化させることに成功し、今では立派な世界的麻薬組織へと変貌させたんだよね。なるほど、そのような歴史があったんだな。だけど、麻薬密輸だけでそれほど稼げるものなのか？シナロアカルテルは麻薬密売をビジネス化しており、一番の取引先のアメリカでコカインの消費が減少すると、ヨーロッパやアジアに新たなルートを開拓したり、アメリカには、その代わりとして合成麻薬を供給したんだ。さらに麻薬原料のエフェドリンが規制されると、エルチャポは化学分野の専門家を雇い、それに代わる、新たな合成物を研究させ、合成麻薬の販売ルートを構築し、その供給を止めなかったと言われているんだよね。麻薬カルテルだけあって、麻薬のことを熟知していて、供給ルートの構築にも、余念がないんだぜ。麻薬ってそんなに儲かるもんなんだな。なあ霊夢、今度一緒にアヘンをベランダで栽培してみよっか。ちょっと家庭菜園でもしようかなっていうノリで言うなやー。そしてエルチャポのことを専門家に言わせると、麻薬マーケットを、細部にわたり構築しており、一般企業であれば、立派な企業家になれるだろうと言われているんだよね。確かに立派な企業家だよな。これから先も、どのような組織が出てくるのか、楽しみなんだぜ。じゃあ次の組織を頼んだぜ。次は第4位の組織、ドランゲタ。イタリアマフィア収益4900億円。イタリアのマフィアが出てきたな。マフィアといえば、相当ヤバい組織だったよな。ドランゲタは、イタリアマフィアの4大勢力のうちの一つであり、カラブリア州を拠点にしている組織になるんだよね。150以上の支部を持ち、構成員は5000人以上が在籍しており、その収入源は、主に武器、麻薬密売、違法カジノ、要人誘拐、などを行っている組織なんだ。この組織は、いろいろな収入源があるんだな。四大勢力のマフィアということで、手広くしのぎも行っているんだろうな。そして、このンドランゲタの特徴としては、要人誘拐を積極的に行い、多額の身代金を要求するというしのぎを構築しているんだ。その中でも世界を震撼させたジョン・ポール・ゲティ3世誘拐事件も、
引き起こしており、この事件で多額の身代金を得たと言われているんだよね。ヨーロッパや南米など誘拐が多いって聞くけど、あれはしのぎとして成立するのか？しかもジョン・ポール・ゲテ3世っていうのは結構凄そうな人だよな。3世ってルパンくらいしか聞いたことないわ。そんな人を誘拐されているのに銭形警部は何をやっているんだ？なんか最後の方は、かなりルパンに引っ張られているぞ。まあヨーロッパや南米などは犯罪組織が国を牛耳っている場合が多く、イタリアのンドランゲタに関しても警察組織や政治組織にも構成員がいると言われ、取り締まることが難しいんだよね。ジョン・ポール・ゲテ3世とはイタリアの有名な石油王の孫であり、その事件の犯人も未だに捕まっていないんだ。この犯罪組織も石油王を誘拐するとは結構な悪徳組織だったな。さすがはイタリアを代表するマフィアなんだぜ。しのぎで調達した資金のマネーロンダリング額は、年間に数百億ドルにも達し、それはイタリア GDP の 3% に相当すると、言われているんだ。ンドランゲタの行うしのぎで得た資金は、ドイツ銀行よりも上回る額だったというから驚きだよね。さすがは、石油王の孫の誘拐や、その他にも手広くしのぎを、展開しているだけあって結構稼いでいるよな。ドイツ銀行より収益があるってすごい規模なんだぜ。次は第3位の組織、カモッラ。イタリアのアメリカ系マフィア、収益5300億円。おっと、またイタリアのマフィアなんだぜ。今回はアメリカ系マフィアということは、ドランゲタとはまた違うのかな？アメリカ系マフィアとは、20世紀初頭にアメリカに移民した。イタリア人によって、ニューヨークやロサンゼルスなどの都市を中心に、勢力を拡大したマフィアなんだ。現在のカモッラはカンパニア州のナポリに拠点を移しているんだよね。このマフィアもイタリアの4大勢力と言われる組織になるのかな？そうだね、こちらのマフィアもイタリアの4大勢力の一つになり、130団体、約6300人の構成員が在籍しているんだよね。その収入源は、主に武器、麻薬密売をしのぎにしているんだけど、このカモッラの特徴といえば、ゴミ収集ビジネスをしのぎにして、成長をしてきたんだ。え、ゴミ収集ビジネス？そんなのマフィアのしのぎになるのか？ゴミ収集ビジネスとは、イタリア各地から、有毒ゴミを含めた、大量のゴミの処分を格安で請け負い、ナポリ近郊や海に、不法投棄を行うしのぎになるんだ。このゴミ収集ビジネスは、イタリアの住民からも、格安でゴミを引き取ってもらえると人気があり、良いしのぎでよく稼ぐことができたと言われているんだよね。だけど、これはちょっと行き当たりばったりのようなしのぎだよな。そのうちに捨てるところがなくなってくるのが目に見えているんだぜ。そうなんだ。結局ナポリ近郊で不法に投棄されたゴミの山が発見され、その後、本格的に不法投棄の取り締まりが行われることとなったんだ。それはそうなるよな。じゃあゴミ収集のしのぎはできなくなったのかな？その後も、諦めることなく取り締まりを避けるように、不法投棄を続けていたんだ。それを見かねた政府が、ナポリ近郊にゴミ焼却所の建設を発表すると、カモッラとしては、ゴミ収集のしのぎを政府に奪われてしまうということで、抗議活動を行い警官隊と衝突したとも言われているんだよね。各組織によって、いろいろなしのぎで稼いでいるんだな。霊夢の部屋もゴミ屋敷になっているんだろ？カモッラに引き取ってもらったらどうだ？ひぃ、なんてこと言うの。ちゃんと掃除してるわよ。そんなことはさておき次の組織に行くよ。そして第2位の組織、ソルンツェフスカヤ・ブラトは、ロシアンマフィア、収益9200億円。第2位になって、恐ろしやが出てきたよね。ロシアのマフィアって構成員が、もう全員強そうだよな。ソルンツェフスカヤ・ブラトワの、ブラトワとは兄弟を意味しており、組織内の構成員は皆兄弟として結束力のある組織になるんだ。ロシア国内では最大のマフィアとして知られているんだよね。もう、あのロシアンフックを出されると、誰でも一発 KO だよな。マリサは、ロシア人が全員ロードルだと思っていないか？そんなソルンツェフスカヤ・ブラトワの、創設者でもあるセルゲイ・ミハス・ミハイロフは、しのぎをより効率的に行うことで、莫大な収益を得てきた作詞としても、知られているんだよね。え、創設者がそんなに作詞なのか。それで暴れん坊のロードルたちも言うことを聞くはずなんだな。マリサ、一旦ロードルは忘れてね。ソルンツェフスカヤ・ブラトワは裏社会のあらゆる闇ビジネスに、関わっており、麻薬売買、売春、恐喝、贈収賄、脅迫、クレジットカード詐欺、人身売買、株式詐欺、さらには、オンライン詐欺やハッキングまで何でも行っているんだよね。そんなに裏社会のしのぎってあるんだな。これだけの闇ビジネスに関わると、その収益も相当上がりそうだよな。そうだね、これだけのしのぎを構築することにより、莫大な収益を上げることができるんだよね。そして、武闘派としても知られており、特にしのぎである闇ビジネスの、邪魔をする勢力に対しては、武力行使により徹底的に排除するんだ。
ロシアって、やっぱり恐ろしいところだよな。さすがは寒さに耐えられずにガソリンを飲む奴らなんだぜ。なんだか怖くなってきたので、そろそろ第1位の発表を頼んだぜ。そして堂々の第1位の組織、山口組。日本ヤクザ収益8兆円。え、第1位が日本の山口組になるの？すげえ。しかも8兆円って2位との差をぶち抜いてるやんけ。そうだね、言わずと知れた山口組は、兵庫県神戸市に本部を置く。日本最大規模の指定暴力団になるんだよね。組員数は約8200人。日本の43の都道府県に系列組織を置き、全国展開している組織だったけど、現在は分裂騒動により、内部抗争も激化していると言われているんだ。いや、世界にはマフィアやカルテルなんかの犯罪組織が存在するけど、日本のヤクザが一番稼いでるとなると、分裂騒動があったり、警察にも叩かれながらも頑張ってるんだよな。日本のヤクザを代表する山口組のしのぎは、ヤクザの代表的なもので、白い粉密売、ゆすり、賭博などが主な資金源で、最近では、ネットワーク詐欺やオレオレ詐欺なども組織化をして、大きく稼いでいると言われているんだよね。やっぱり泣く子も黙ると言われるあの山口組だね。さすがだよね。ってちょっと待てよ、日本のトップ企業の日立や日産の、収益も8兆円くらいだけど、それと同じくらいの収益を、山口組は上げているのか。しかも第2位との差が10倍近くも、開いてるのもおかしくね。おい、それちょっと間違ってねえか。え、そういえば8兆円ってアゼルバイジャンの国家予算と、同じくらいだよね。あれ、おかしいな。だってフォーチュン誌では、8兆円って確かに書いてあるんだもん。霊夢、気になって調べてみたら、フォーチュン氏の翻訳ミスで、8兆円じゃなく8000億円だったって書いてあるじゃん。わ、ほんとだ。まさか、あのフォーチュン氏が間違うなんて、思っていなかったんだよね。うわーんずびばぜん。霊夢、これがマフィアやヤクザの組織だったら、命がなかったわよ。アウトローチャンネルでよかったな。今回は多めに見といてやるわよ。ああよかった。なんなら指でも詰めようかと思ったけど、それでは気を取り直し、改めてランキングを修正したものは、こちらだよ。第1位、ソルンツェフスカヤ・ブラトワ、ロシアマフィア、約9200億円。第2位、山口組、日本ヤクザ、約8000億円。第3位、カモッラ、イタリアマフィア、約5300億円。第4位、ドランゲタ、イタリアマフィア、約4900億円。第5位、シナロアカルテル、メキシコカルテル、約3300億円。これで、やっと本当のランキングが出たんだな。結局は日本のヤクザも2位ということで結構検討していたよね。それにしても世界にはいろいろな犯罪組織があって、いろいろなしのぎがあるってことで、今回も勉強になったんだぜ。今回は、ちょっと最後に不手際があったけど、世界の犯罪組織が、どのようなしのぎをしているのか世界の犯罪組織収益ランキング、について紹介しました。今後も、一般人が知らないアンダーグラウンドな世界や、裏社会のディープな話まで紹介していきますね。感想やリクエストがあったら、コメントからどうぞ。ご視聴、ありがとうございました。